ただいまよりアメーバフレッシュプレゼンツ渡辺お笑いナンバーワン決定戦決勝トーナメントの組み合わせを決めていきたいと思います。盛り上がってますね。はい、ありがとうございます。はい、本日の抽選会司会進行を務めさせていただきます、ほぐりしゅんです。どうも、衝撃戦隊です。お、出た。はい、この度優勝させていただいた暁にはですね、はい、僕の彼女、まあ、彼女、あの八代優なんですけれども、はい、あの僕お付き合いさせていただいてまして、100万円取ったら、しっかりプロポーズしたいなと思っております。はい、取れた暁にはもうしたいなと思ってます。はい、100万円あればもう結婚もしていただけると思ってますので、はい、もうすごいですよ。あの、はい、結婚します。はい、杉山はヤシュリーと結婚したいって言ってねえよ。言って付き合ってもねえんだろ。優勝したらしますします。100万円取ったらですね、私6月に子供が生まれますので、ぜひですね、もう一人作りたいと思っております。100万を使って、いや、もうガッチリ使いたいと思いますんで、もう絶対に取る。金払わないとエッチで。そういうことだったんで、よろしくお願いします。お、じゃあ B。お、いやでももう心の中で決めてるんですよ。誰がどこに行こうと僕はここに行くって決めたんです。はい、行きます。はい。あえ。そうします。おお。現役スクール生の丸山で。はい。どうしようか。すごく悩んだけど。ここです。戦う時にこれ100万円っていう気持ちがあって、はい、こういつもよりさ、なんかこう力入っちゃうでしょ。そうですね、いつも、はい、いつも通りやれば力入っちゃうでしょ、はい、だからいつもよりもこう気楽にやればいいのよ、はい、だからそんなにあんまり面白いネタやってもダメなんだよね。何言うてんの。何だった。僕はもうなんせやっぱもう今期と結婚がかかってますので、僕だけそのプロポーズできるかどうかここにかかってますので、ここで優勝できないと結婚できないっていう可能性も出てきますから。ヤシロユはもう待ってる。ヤシロユは待ってるみたいな。待ってる、マジで、マジでめちゃくちゃ好きだから、はい、こいつのことを、はい、いつでもいいね、向こうはしたいと思ってんねん、はい、そのきっかけだけを待ってんねん。なるほど。で、この間ブログの方に書いてまして、あのしんちゃん早くみたいな感じのことを、はい、言ってたんで。でもお前的に優勝しなきゃ無理なの？僕的には優勝しないともうちょっと踏ん切りがつかないというか、芸人としてちゃんとしないと。もうやっぱ一緒に住んでますし、もうなんかあんまり変わんないんですよ、その結婚してるかしてないか。そこの踏ん切りをちゃんとここで優勝して。踏ん切り？もう踏ん切りを。あれ？もう初めて話を聞いた、妊娠した。その時本当に別に涙を誘うわけじゃないですけど、僕は泣きましたね。二人で抱き合って本当に念願叶った子供だったので、はい、子供のために頑張るんだと、これからそう思って邁進する試合です。マジで？マジで？